いや、これからご飯食べよう。ちょっとあんまんを。あんまん、うん、パチンコ行って、あんまん売ってる。ファミリーマート。値段は分かんない。適当。適当。パチンコ行ってない。玉がやばいで、マジで。うんふん、増水してる。ちょっと見たけど、でもっとやばいのがさ、あのホームレスさんがいんのよ。水ギリギリのとこで寝てんのよ、ホームレスさんが。いるのよ隣に。ちょっと見に行ったらどうしよう。流されたよ。起こした方がいい。寝てんだけど。メガホンで助けるわけねえだろお前、バカ野郎。お前花火の一つぐらい投げろよお前。メガホンで助けてんじゃねえだろお前、バカかお前。そんな安くねえよ俺、バカか。どうしよう、バック投げスターだったら一応見るか。知らねえや。誰だよお前、知らねえよ。焼きそば、どこあそこ。おー、いえちゃん、どこ。いえちゃん、いえちゃんで、いえちゃん2票やっぱ。あのさ、ちょっと待って、コメント欄さ、ちょっとあのおばちゃんたち多いな。服の話とかどうでもいいわ。ハマーが来てる。その服どこのとかもどうでもいい。ババア帰れ一回、黙れ。話がもうさ散らかっちゃってるわ、コメント欄が。帰っていくかババア。どうでもいいわ服とか、そこじゃねえんだよ今。クソババア黙れよ。どうでもいいんだよ。つまんねえコメント書きやがって、このババアこの野郎。黙ってりゃ。しまったかよ。見てわかんないよお前。つまんねえコメントするな。NG 入れるぞてめえ。コメントセンスのなさよ。クソババアたちがよ。危うく、そのコメント拾いそうになったわ。滑るとこだったわ。危ねえ、マジで。ほんとつまんねえな。だこういうやつらが、おわっちにさせてるんだよ。危ない。どうでもいい。ほんとコメントセンスないね。クソババ。すまん、帰れよ。相手も投げねえんだからや。
距離が近いんだわ、距離が。カレーパン。食べ方がさ、綺麗でしょ。育ちがいいんですよ。育ちが。僕ね、子供の頃ね、モデルやってたんですよ。幼少期こんな感じです。僕の幼少期。育ちがいいんです。ええ。いや感じ。ジャンパーね。服。そう。本当です。リスナーさんにね、DM 来てた。これ誠司さんですか。そうですよ。なんで分かったんですかって。やってたんですよ僕。子供の頃。モデルです。本当、で機長さん全然起きなかった、降りてこなかった。一人でさパチンコ行ってもつまんねえなと思って、ふわっち見てたんですね。そしたらもう終わっちすぎて、ふわっちの大手どこ行ったの。クワッチの大手、300人とか400人が一番上だったよ。どこ行ったのマジで。クワッチの大手さん、やばいよな。やれまって、ね、言ってないって。言ってたらやってないって。玉が見る？見る？玉が見たい？ホームレスいるで。ホームレス。寝てるで。もうちょっとで流されると思う。どうするべき。お声掛けした方がいい。すぐそこ寝てんだけど。普通のホームレス。観察すればいい。流れるまで。どこ行ったかなって見とけばいいの。どこに流されましたって警察に聞かれた。ほんと あっちですね。あっち、真ん中の方、真ん中の方ですねって言えばいいの。聞かれるよね。事情聴取されるよね。佐賀さんはどこで見てたんですか、流されるのを。ここで見てました。なんで助けなかったんですか。泳げないからです。
でもまだ流れは早いんですけど、まだ氾濫まではいかないですね。雨がね弱いですね。まだ大丈夫。いつからだろう。全然あの氾濫とかしない。まだ大丈夫なんですけど、ただまあ泥水濁ってて勢いがある流れがこうすごい水しぶきがすごいです。多分このホームレスさんは先住人だからわかるんじゃない？あ、これぐらいだったら大丈夫だ。寝とくわ。これでボート出したらやばいですね。ツイキャスのあの事故になっちゃうですね。やばいっす。双子玉が氾濫したらやばいって。玉川全域がやばい。双子玉川、いやーこれすごいですよ。でも結構ねみんな見に来てる。何人かあのスーツ着てさ、長靴履いて傘差して結構来てる、行ってる。今ここどこなんだろうな。適当に来たんですよ。玉川って検索して国立か町田から30分走らせて来たんですよ。適当に来た。あ、役所の人かもね。スーツ着てたし長靴履いて、来てる。見にどれぐらいかって。じゃあ見せるか。見たい？玉川。見たいっす。もう服とかもいいから。バカじゃねえのお前、その服どうのこうのって。うぜえよいちいち。まだ言ってるバカいるわ。 NG 入れるよお前、服がどうのこうのが言ってるやつ。どうでもいいんだけど。マルチョです。あら、かわいいね、あなた。かわいい子ちゃん。すっごい。もういいって。もうやめて、服とかもそこじゃないんだって今。どうでもいいから。そう、台風、玉川氾濫、千川のニコラス。これあら顔が見えねえんだよな、手で隠れちゃってるのよ。顔が分かんない。あ、足が綺麗だね。足がセクシー。玉川ね。じゃあ見せるか、玉川。雨降ってるからちょっとこれつけた方がいい。ゴコラスがカバラグピーチャーリアス。なんでこれ入れちゃったの、これ見づらくなるじゃん。これ川映すのに、これフレーム、うーわー、なんで入れちゃうか。今から行くのに。ゴコラスこれニューチャーリアス、ダメ入れたらここ見づらくなるじゃん。なんで入れちゃったの。ごめんって。ここ一個ダメ、メーター見ながら投げないと。どうするこれ。全力で行く。玉川に行く流れてこねえよ。なんでボーナス食べれちゃう。
どうするよこれ、早く終わらせてよこれ、投げちゃってもう全力でいって、全力でいってくれジブリス、全力で強いのいって、強いの10個ラスコイ、5個ラスコイ、少しミユ、処理のんちゃん、全力でいってくれ、セイジいって、セイジ強いのいって、5個イエちゃん、5個イエちゃん、全力でいって、セイジ来てる、セイジいってる、強くいって、強いのいって、強いのなあちゃん、全力でいってくれ、全力でゼロリス、強いの5個イエちゃんナイス、5個イエちゃんナイス、ゼロリスいってくれ、強いの10個いってる、いってる、のんちゃんいってる、強いの来た、強いのいってくれ、ファンタいける、ファンタいける、強いのいって、マヨちゃんいった、マヨちゃんいってる、強いのいって、ファンタいって、ファンタいける、ファンタいける、人がさっき浮いてたんですよ、助けなかった、うん、関係ねえなと思って俺には、うん、浮いてた、マジ浮いてたっす、いいやと思って、別に関係ねえからさ俺には、助けられない命もあるから、やばいよ、ビビるでマジ、行くで、危ない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 、ほら寝てるな、ここで人が寝てる、やばくない、やばいよね、そろそろ溢れるで、これ寝てるんだね、人がここで、透明さんが漏らされちゃうで、これほら、ほらもう溢れるって、ギリギリやで、絶対深いやろこれ、全力で行ってくれ、どこまで大丈夫、ここまで大丈夫、ここまで来たら大丈夫、ここまで来たらあの人流されちゃうね、流されちゃう、あそこまで大丈夫か、
あそこまで。ワンチャン。まだいけるな。いけるっしょ。まあまあ来てますね、でも。まあまあ来てる。行ってる。あそこら辺まで行ったらやばい。あそこまで行ったらやばい。まだ大丈夫。どうですか雨。人流れてない？大丈夫？流れてない？何人か流れてる可能性もあるよね。早いよね流れが。ボート出す？さっきより増えてるな水が。さっきより増えてる感じがする。アヒル出す？早いね流れが。大事なこの人。お父さん、え？インタビューする？大事ですかって。気づいてない？来てるか分かんない。 Z マン、あ、そうなんだ。何よ、ギリギリでいつも生きていたいから。ああ、現場からは以上になります。まだ大丈夫です。ここまで来てます。皆さん気をつけてください。多摩川。まだ大丈夫、ギリ大丈夫。でも明日来てこの人いなかったらね、ちょっとショックですね。ちょっとショック。全部流されてたらね、荷物も。寝てらっしゃるからね、起きてたらあれだけどね、睡眠の邪魔をされるのがやっぱり人間には一番のストレスですから。寝てるところを起こされるのがストレスを与えたくないですよね。ねえ、結構あのワイルドな方でしたね。ワイルドな、ひげを早かした東出さんみたいな感じ、ワイルドな感じ、めっちゃ見てたね。お母さん、お母さんめっちゃ見てた。大丈夫？流されちゃうよ。でもいっぱいいるんじゃない？ホームレスさん。もう見るよね。俺もびっくりしたもん。って。ホームレスさん寝てるで。大丈夫そうだね。なんだか、あ、でもあそこすごいわ。なんか木がさ倒れてるってことは、普段あそこ島みたいになってるんでしょ。多分木が生えてるってことは水位が上がってるってことや。あそこも木の根っこが見えないもん。
これ。うん、だいぶ水位が上がってるよね絶対。めちゃくちゃ上がってる。いってる。ゴムボート出す？これ奈良ちゃん、これゴムボート出したら大したもんだよ。配信者だよこれ。奈良ちゃん、多摩川こっから向こう岸まで行ったら大したもんだよ。奈良ちゃん行くんだったら今日だね。今日こっから、うん、ね、こんな感じ。人間いるって いるんだって。寝てるんだって人間が。うん、いるんだよマジで。寝てるの いるこういるんだって。マジ男ガチだって。見したじゃんさっき。これ魚って言うからさ、あたたたたたって、あの人のとこダイブしちゃうよこれ。魚ってだこれ。どうすんの、飛び込んじゃった、あそこにドーンって。危ないよこれ。いるんだってダイブしちゃうよこれ。坂になってるから。八の字で降りるしかない。八の字。なんか鳴ってる。なんか鳴った今警報が。ピンポンって言った。これ傘いっぱいある。チャリもあるし。なんか警報みたいになった。なんか水がめっちゃ落ちてくる。水が排水溝から、橋の上から溜まった水があそこからジョボジョボ。大丈夫かって？大丈夫だから寝てんじゃないの？差し入れがあればね。差し入れがないもの食べちゃった全部。パンとか買ったなわけないだろ。全部食べちゃった食料。なんかあげたい？
1000円あげて、たっただったらね、そりゃ、うん、お金がいい？いや、寝てるからさ、起きてたらだけど、起こしてまでじゃない？おばくいた。ほら見に来てる、いろんな人が川見に来てる。見に来るよね。やっぱり。え、川に降りていったの？大丈夫か？危ないよ。押すなよ。危ない。絶対押すなよ。落ちたらマジで終わるぞ。押すなよ。危ない危ない危ない。おい、降りていった。うせや。うせやろ。え？危ないって。なんでそこまで人ってさ、危ないとこに行きたがるんだろう。なんで？スリル味わってる？落ちたら死ぬみたいな。ギリギリで行き過ぎだろ。ギリギリで。こういう人が事故起こすんだろうな。こうやって命知らずが。やばいって。厳しいって、目の前で死なれたら。あ、起きた。トムレスが動いた、動いた、今。手が動いた。寝た。寝ちゃった。気をつけ、稼いで。ね。お母さん見に来る。お母さんも危ない危ない危ない。見に来るで。お母さんたちも来るで、来るで。お母さん来るで。柴田来るで。大丈夫か。見に来ちゃった。これ奥さん すごいですね。ねえ、ねえ、勢いがね。溢れたことあるんですか？ない。ない？うん。大丈夫か？なんか、こっちの10センチぐらい下まで来たことあるんだって。あ、そうですか。でもないんだって。あ、ないの？うん。あ、これ寝てる人いんだけどさ、大丈夫？触れられない。あら。まだ若いかな。まだ若いでしょ？うん。ねえ、うん。お母さんも若いでしょ？若いの。若いでしょ？まあ、18だもん。18だもんね。うん。本当18なの。18でしょ。わかるよ。わかる。まだ見てわかる。あそこの人が。え？持ってるのあっちの橋の人にいた人が亡くなったの。ホームレスさん。うん、そうそう。いつ？亡くなったばっかりだよ、ね。ついこの間？うん。あら。なんで？川が増水して？違う。なんで亡くなったの？病気？病気っていうかね。熱中症じゃん。そうだね。夏だから。うん。おじいさん？おじいさんまで行かないよね。まで行かない。あの人はそこで寝てる。この人寝てるのよ。平気なの。大丈夫？でも朝早く自転車でお弁当買いに行ったりしてるから。あ、そうなの？うん。それでスマホでいつもこうやって。うん
けど。あ、そう。うん、よくお金あるわ。気をつけてよ。ありがとうございます。うん、ね、ありがとうね。僕はね、あの二十歳の頃からパチンコ屋で働いてて、おばさまは、おばさまの扱いは得意です。ええ、得意なんですよ。熟女得意です。扱いは任せてください。ええ、帰るか。しょっちゅう話しかけられますね、僕は熟女に、帰るか。早いでしょ、帰る。機長さんはまだ、なんだよ、俺ちょっとね、予想してたのと違うわ。もうちょっとさ、もう氾濫ギリギリだと思って来たんですよ。取れ高あると思って。なかったです。これが目いっぱいでした。玉川現場から以上です。取れ高ないわ。もっとすごいと思った。どこがやばいの今。川越がやばいの、入間川やばいの。いやでも取れ高ないじゃん。だってどうする？いいでしょ、もう。川越ってさ、埼玉でしょ？便所太郎がいるからやだ、俺。俺、便所太郎嫌いなんだよ。もう。関西晴れてる。お茶、あ、お茶買ってね。でもまだ帰りたくない、家に。パチンコ行きたい。パチンコ、お薬がないんだよね。忘れちゃったんだよ、家にあるかな、お薬。お薬ないわ、家忘れちゃった。機長さん何してんだろう、起きてこないんだよ、マジで。ね、ゆいがさんが流された川って何川だっけ？遺体が発見されたとこって、あれ多摩川？あ、ここなの？ここじゃん、ゆいがさん。この川なの？元下流。羽田空港の対岸。あ、川崎の方なんだ。ああ、そうなんだ。じゃあ終わりますか。もう終わる。だって取れ高ないんだもん。だからパチンコ行くって言ってる。パチンコ行く、それかカラオケ行くか。カラオケ、カラオケ行く、カラオケ。聞かないじゃん、だって人の歌。こういうのがいいんでしょ、川とか喧嘩とかね、えトラブル系が好きなんでしょ。聞かないもん、事件でしょ好きなのが。事件、喧嘩、トラブルね、金銭トラブル。柴田たちは
え？で聞かないもん人の歌。あの歌枠って本当にさ、あの囲いさんしか残んないんだよね。囲いだけ。アンチいないんだよね。アンチすら来ないからさ、人が来なくなる。本当に平和な枠なんだ。ね、歌は本当人来なくなっちゃう。200人ぐらいになりそう。つまんないでしょカラオケ。面白くないもんね。すぐになくなっちゃう。機長さん、何やってんの？妊娠したか？ずっと寝てんだけど。妊娠した？高熱？電話してみて。タオルはちょっと。ケツ叩くかちょっと。もしもし。もしもし。起きてる？体調悪い？いや、今起きました。起きた？はい。今さ、多摩川来たんだけどさ。あの。車が水没しちゃってさ、ちょっと帰れない俺、ちょっと。え？帰れないから。どういうことですか、水没しちゃった。水没しちゃったよ。はまっちゃった？うん。え、出れないですか、今。出れないから、ちょっと。怪人会で？そう、今。え？配信やる前に水没しちゃったから。そうそう、だから今もうさ、どうしようかなと思って。え、行きますよ。いや、大丈夫よ、なんとかするわ。ならないでしょ。え、なんとかするよ。ジャフかなんか呼ぶんすか？いや、なんとか自分で、うん、自分でちょっとあの自力で脱出する。無理でしょ。え？無理でしょ。大丈夫大丈夫。いやいやいや、え、どこら辺にいるんですか今。多摩川、あー、なんだここ、国立？国立？あ、国立か。国、あー、車は手で押して、はい、動くからなんとかで、パチンコ行ってくる。え？パチンコ行ってくるわ、ちょっと。どうにか。大したことないんじゃないですか、車はそしたら。うん。いや、その辺の民家の駐車場に置いてもらって、なんとか、あの、タクシーでパチンコだけ行きたい、とりあえず。そこまでして。うん。いや、あ、キコーナ行くんすか、じゃあ、そう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 。ちょっと、はい、帰りはじゃあ結構遅くなる。ちょっと遅くなるかもしれない。あで、お茶がないから、で、タバコ買ってくる帰り、お茶とタバコ。あと何か必要なものある？いや、せいさんが食べたいものがうんある、あれば、あればこれは別に何でも OK、はい、じゃあ適当に帰るわ。あれ、イベントやったいと、イベント今日最後でしたっけ？最後最後。あ、わかりました、うん、ほらね、頑張ってね。はい。はい。終わるわ。終わるわ。つー、ありがとね。